上ではもう春。ここ北海道帯広市の郊外では今年もまたサケマスの人工孵化のシーズンを迎えました。粒よりの受精卵は近くの孵化槽に運ばれます。ここに移されて60日、やっと稚魚に帰りますが、年々増加されて今年は2000万匹が目標だそうです。サケマスの漁獲量をめぐって日ソ漁業交渉も行われている折から明るい北国の便りです。